どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強アタッカーランキングやっていきたいと思います。今日のアタッカーランキングですけども、物理アタッカー限定でやっていきます。さあ皆さんの好きな妖怪1位から5位入ってるでしょうか。それでは早速行ってみましょう。それでは最強物理アタッカーランキング第5位は読み元帥ですね。読み元帥は強いんだけども入手がめんどくさい。これ1日1回しかできないやつで、俺ね2週間ぐらいかかってようやくゲットすることができました。もうステータスがとにかく高い。でもただね、スキルと必殺技がちょっと平凡なんだよね。あと取り付きもで、必殺技が外れやすいっていうやつなので、そこがちょっと問題かな。スキルがもう少しいいやつで必殺技も外れにくいやつだったらばもう少し上だったんだけども、まあこの状態ですので第5位です。でも強いですよ。第5位読み元帥です。それでは続いて第4位です。第4位はこちら、見えてないよね、山吹鬼です。スイッチ版の方ではまだ入手してないんだけども、山吹鬼めちゃくちゃ強い、むちゃくちゃ強い。スキルもクリティカルの威力アップなのでいいんですよ。でも入手がもう全妖怪中ナンバーワンめんどくさい。もう結構無理ゲーなところがあります。なぜかって入手するのに、ガチャゲンの S ランク妖怪を8体集めなきゃいけないのよ。これがね難しい。俺このねアカウント、66時間ぐらいプレイしてるけども、それでもまだ残り3体と入手ができてないんですよ。3DS 版では使ってたんだけども、こっちがねまあ未だに難しい。このね入手難易度が楽勝だったらばもう全然1位2位なのよ。1位2位のキャラクターなんだけども、まあめちゃくちゃ難しいっていうことで第4位とさせてください。4位は山吹鬼です。それでは続いて第3位。第3位は生ハゲです。生ハゲ、これのいいところは序盤から仲間にできる最強アタッカーっていうところだね。もう本当に序盤からこいつがいるだけで全然楽勝になる、それぐらい強いです。ステータスはもちろんのこと、スキルの刀狩りが雑魚戦ではめちゃくちゃ役に立つ。ただボス戦ではこのスキルゴミスキルです。ボスは1体しか出てこないので、攻撃力がアップすることはありません。そして取り付きが微妙、こいつの取り付きは微妙なので、そうだね、まあ3位ぐらいじゃないでしょうか。まあとにかく序盤から入手できてこれだけ強いっていうことでランキングはかなり上の方です。まあ最後の方までスタメンで頑張っていける妖怪ではないでしょうか。第3位生ハゲです。それでは第2位いきましょう。第2位はブシニャンですね。ブシニャンはまあ何も言うことがないぐらいめちゃくちゃ強いです。まずスキルはクリティカルの威力が高くなる、山吹鬼と同じスキルを持ってますね。これがめちゃくちゃ強い。そして取り付きがいい。ブシニャンの取り付きは攻撃力がアップだけども超アップなのよ。攻撃力がめちゃくちゃアップするので取り付きでも使える。そしてもう一ついいところ、これがでかいね。装備がマッスルベルを装備することができる、これですよ。攻撃力を上げようとするならば素早さを落としてしまうんだよね。なのでこの素早さが落とさず力だけをアップできるこのマッスルベルが装備できるっていう点でブシニャンむちゃくちゃいいです。
はい、これはね、言うことないです。第2位、ブシニャンです。それでは、第1位に行きましょう。1位は結構みんなこれだっていう人多いんじゃないでしょうか。1位は、草薙です。妖怪ウォッチ1で、この妖怪は外せませんね。まあ、入手が若干めんどくさいんだけども、でもそれでもブシニャンとかと違って何体でも入手することができるんで、この草薙はおすすめです。特にスキルが強い。強いというかもうこれ神だね。スキル一戦、クリティカルが出やすい。これね、めちゃくちゃ出ます。クリティカル。むちゃくちゃ出る。で、そして必殺技でもクリティカルが出やすいっていう能力がついてるので、必殺技を打つと大概クリティカルが出る。まあ、そういうキャラクターですね。で、取り付きも攻撃力アップなのよ。もうね、悪いところがあんまり見当たらない。まあ、装備がマッスルベルとかそういうのを装備できないので、能力値が下がってしまうっていうのはあるけども、全然強い。このクリティカルが最高です。第1位、間違いないです。草薙です。はい、ということで今日は物理アタッカーランキングトップ5やっていきました。どうでしょうか、皆さんの好きな妖怪は入っていましたか。まあ、とにかく1位、2位、3位そこら辺のやつで固めていくと間違いないです。やってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。